お腹空いたんでなんかご飯を食べるという動画なんですが、ちょっと冷蔵庫にですね、いろんな余り物がいっぱい出てきたんで、それを全部ここにぶち込んで炒めてですね、そしてですね、まあそれを日本盛りで決めるというですね、まあそれだけの動画でございますんで、よろしければね、最後までお付き合いください。冷蔵庫にで、いきなり飲んじゃった。ですね、いろんなものが余ってるんで、それを片っ端から冷蔵庫に入れていくと思うんですね。それだけです。はい。で、まず最初に余ってるものです。これですね。ベーコンですね。冷蔵庫でこれ冷凍してないんで結構危ないベーコンなんですが、半額で買っていっぱい入ってたんですけど、サンドイッチとかに挟んで、いろいろやって失敗したってやつなんですけど、これまず、ちょっと全部やっぱ炒めて、これは食わないと危ないんで、まずは炒めたいと思いますね。うん。あと、豚肉があります。豚肉があって、これはですね、そんな古い豚肉ではないんですが、もう、まあ、開封しちゃったんでね、開封して、いろいろ、使ったもんですから、やっぱこれもよろしくないと思うので、これも全部ですね、炒めて、食べたいと思います。残しとくとろくなことはないんで、全部炒めます。これでかいんで、なんか、豚肉のこのブロックなんですよね。だからこれどうするかってこう切ってってですね、これ切って、ああダメだこれ、なんかこれ食いづれえな、どうしようか。うん、これインスタントラーメンに丸々入れて食うか。これさ、さっき食った時は煮込みうどんに入れて食ったんですよね。で、焼かないで食った、煮込んで食ったんで、やっぱこれ煮込み向きなのかな、バラだから。なんかすげえ数字が多いな、これ硬そうだな、これな。うん。どうなんだろう、よくわかんねえや。まあいいや、とりあえずまあ、乗りかかった、始めた以上もうやるしかないね、ほんな。これなんか、うん、これ塊のままなんかさ、茹でてそのまま直に食ったらさ、意外と盛り上がったかもしれないね、今やったらね。もうでも切っちゃってもしょうがないね。また買ってくれんね、また買ってくれ。よし。またそのうち買ってこよう。よし。で、これはまた買ってくるということで、まあ、ここにこう入れて炒めていくということになりますね。うん。で、これを炒めていくと。で、あと野菜を食うんで、ほうれん草。もうかなりしなびてるんですけど、半額なんで勢いで買っちゃったほうれん草がありますね。あと、チンゲン菜があるんで、この2つをここにぶち込んで炒めて、で味付けは、まあ、塩と胡椒が一応あって、あとずいぶん前からずっとこのチン出してる焼肉のタレがあるので、こういったものを使ってですね炒めて食うと、そういった動画にしたいと思いますね。で、肉はこれ炒めてんだから、これダメだな、これな、この肉は、あ、この肉ダメだ、これ炒めんな、これ肉炒めて食うもんじゃねえな、この肉はやっぱ煮込む肉だな、全然火が通んねえよ、どうすんだこんなことやっちゃって、おい。おしゃかっぽう。とりあえずこう火が通ってきたベーコンとかそんなの食って安全を確認するか。ちょっとこのベーコン古いんでやばいんだよね。大丈夫だと思う。大丈夫だと思う。アルコール消毒すれば問題ないですね。基本は消毒でございますね。で、この肉全然いいとんねえな、これどうすんだこれよ、困ったなこれ、これ煮込まなきゃダメだったんか、これ失敗食ったな、これどうしよう、まあいいや、とりあえず考えよう、ちょっと待ってね、うん、さっきからずっと炒めてるんですけど、全然この火の通るこの雰囲気がないんだよね。参ったな、これ失敗だな。ちょっと豚肉は火が通ってないと危ないんだよね、昔から言われる。あ、でももう火通ってる、大丈夫だ。うん、よし、これでこう、うん、よし、これでこう、うん、あ、なんだ、あ、肉自体はね、うん、ちょっと肉自体は筋っぽいけど、なかなか美味しい。これ塩コショウで食うと、これうまいかもしれない。あ、これはいける。うん、ナイスだよね、うん。やっぱ肉の塊が人生の基本だよね。
噛みすぎんね、硬くて。うん。筋が多くて。うん。僕、これは煮込むにすりゃ楽じゃねえな。煮込み用の肉焼くと硬いな。まあでも筋としては美味しいよね。うん。筋があるとこって基本的に美味しいっちゃ美味しいんだけどね。なかなか、まあでも肉としては美味しいな、これ。また買ってこよう。半額だったら。もう半額にこだわるのやめようか。もう半額じゃないけど、もう美味しいものを買うようにしようか。あのさ、俺半額どうやって買うんですかって言うけどさ、要するにさ、店員さんストーカーしてんだよ、俺、早い話が。半額を注意する時間って、大体俺、分かってるからさ。で、その店員さんが、半額シールを貼るのをお店の中で待ってんだよ、俺。で、その人が半額シール貼り出したら、その後ろにくっついて、シール貼ったやつ片っ端からカゴに放り込んでくんだよね。これは、お酒目。そういうことをやってるんだけど、まあ別にそれはさ、もちろん悪いことではないし、まあ、いいんだけど、あんまり、結構めんどくさいんだよ。めんどくさいんだよ。だったらそんなめんどくさいことでもないから、もう定価で買ったっていいじゃねえんだよ。半額シール自体を買ってきて、定価で貼ったやつに半額シールつけろってやつもいたんだけど、さすがにそれはさ、インチキだよね。インチキなんで、まあ、視聴者さんの前でね、それをね、貼るとこ見せてやるって言うんだったらやらせでもないんで、別にいいとは思うんだけどさ、ほうれん草こう。これほうれん草ね、ほうれん草ね。ほうれん草をね、炒めて食うとね、美味しいよね。で、この油をね、この辺にある油をね、ちょっと吸わせて食う。これは美味しい、ね。ほうれん草。ほうれん草。こうやって随分ほうれん草こう入れてさ、なんかいっぱいこのなんかこうやって食ってるとなんか量が多そうに見えるかもしれないけどさ、こういう野菜ってすごい勢いで縮むから火が通ると、全然問題ないよね。じゃあこれはこれでいい、これはこれでやって、これはまあ捨てる、これはポイって言うと、ポイ。で、なんかね、あの小学校の時にさ、俺初めてさ、その小学校の家庭科の時にこの料理をさせられた、小学校5年かなんかの時に初めて授業でやった料理が目玉焼きとね、ほうれん草の炒め物だった。その時のほうれん草の炒め方はですね、こういう、さすがに手でちぎってじゃなくて包丁で切ってたけど、あれだったよ、あの湯がかないでいきなりフライパンに入れて炒めてくださいってやられた。でね、これがね、一番ですね、ほうれん草の栄養を確実に取る方法だって言われたね。本当はね、ほうれん草生で食うのがね、実は一番良かったりしてて、ほうれん草って実際これ生で食えんだよ。まあ、ほうれん草って生でサラダで食って全然いい野菜なんだけどさ、ただ炒め、あの茹でないで直接炒めるのが一番この栄養素を取れるやり方だから、それがあのいいんですよって小学校の先生に習ったんで、今それを実践してます。あれから何年経ったんだろう、あの時8歳かってことは、もうあれから50世紀50、俺今57だから、これ2020年の3月に撮影してるんですけど、そうか、あれからもう47、8年だから、もう半世紀ぐらい経過したのか。あれから僕が生まれて初めてほうれん草炒めを小学校の家庭科室で作って、そして50年経って今この部屋で一人でほうれん草を炒めてます。ロマンだね、ロマン。うさぎおいしいかの山、こぶなつりしかの川、夢は今もめぐりにて忘れ
日本盛りは良いお酒やっぱね、小学校の時はお酒飲めなかったからね、さすがに。俺初めて酒飲んだのね、前にこれ動画話したっけ、高校1年の時だよ、俺生まれて初めて酒飲んだの。うん、高校1年の時にね、高校の文化祭の打ち上げで生まれて初めてですね、お酒をいただきましてですね、今でも覚えてます、渋谷のですね、そのいわゆるセンター街っていうのか、あそこにある居酒屋でございまして、クラスメートの人と一緒に、お酒をいただいたのを覚えておりました。もうこんな縮んだもん、こんな縮んだもん、あんないっぱいあったのに。だから本当に縮むの、うん、ちょっと味付け塩、塩でいいや、うん、あと胡椒。懐かしいな、あの飲み屋まだ残ってっかな。お店の名前とか忘れたんだけど、多分行きゃ分かる。なんかね、ビルの2階にあるね、居酒屋だったんだよな。まだ残ってるかな。まあ、50年前やね。あ、50年前やね。高校だから15歳の時か。15歳の時だから、でも40年ぐらい前だよな。うん。あの頃はまだね、俺は、日本酒が飲めなかったね、あの時の俺は。うん、日本酒が飲めなくて、なんかジュースみたいなサワー飲んでたな。うん、サワーって飲み物、そうだ、俺は生まれてあの時初めて知ったんだ、サワー。あのレモンサワー、うん、あのジュースみたいなやつになんかその炭酸が入って、結構砂糖で甘くて、でもお腹にお酒が入っているっていう、あのレモンサワーってやつ、俺生まれて初めて存在を知ったんだよね。だお酒っていうとさ、俺のじいさん、なじいさんとか親父が飲んでるさ、ウイスキーとか焼酎とかさ、うん、あと日本酒か、そういうの、あとビールか、そういうのは知ってたけど、サワーって飲むの俺知らなくてさ、びっくりしたよ、あれ。え、お酒ってこういうものもあんだと思って、うん。で、まあ酔っ払ってペロペロになりましたけどね、すごかったな、うん、あれは本当に思い出すわ。うん、初めて酔っ払った時ってなんか不思議な感覚かもしれないな、覚えてないけど、でも間違いだから、あの頃は、うん、酔っ払っていい気持ちに間違いなくなってましたよ、あの時は。うん、多分ね、49年前か。うん、渋谷、うん、うん、俺高校も大学も世田谷の方だったから、うん、なんか飲み会とか行って渋谷とか何回か使ったな。うん、でも渋谷の飲み屋って結構高いんだよね、実は。あのね、やっぱね、東京って基本的に山手線沿線はね、北に行くほど物価が下がるね。うん、ただ池袋はちょっと高いけど、で、まあやっぱり目白も高いか、あ、やっぱり安いのがね、一番安いのはね、あそこか、やっぱり新宿あたりかな。じゃあさらにその山手線からちょっと外れて、赤羽とか十条あたり行くと一気に値段下がるよ、お酒飲みなんて。うん、だから赤羽はね、やっぱり安い。でもなんか最近赤羽もさ、なんかテレビとかで取り上げられてさ、なんかメディアとか取り上げられて、ちょっと観光地化してるよな。うん、だから昔はなんか、うん、いい感じじゃなくなったね。うん、前も話したよな、これな、上野はさ、もう完全に観光地化されててさ、ダメだ、あそこは。うん、高い。うん、まあ、温泉も温泉は何軒かあるけど、まあ、何でも言うように、昔は美味しかったんだよ。ただ、今は、そこの味が落ちたっていうんじゃなくて、同じような美味しい店が、もうそこら中増えちゃったから、うん、あえて行く必要はないみたいなお店が増えたね。まあ、うん。ぶっちゃけさ、養老の滝のさ、一軒目酒場ってあるじゃん。養老の滝のチェーンで、なあ、養老の滝って居酒屋チェーンだけど、チェーンがあるんだけど、そこにさ、一軒目酒場っていうのがあるんだよ。ここが一番さ、チェーン店の飲み屋では多分、安い。だから、一軒目酒場と、に、もう、
が結構美味しくなっちゃったから、なんとかさ、なんか、上野とかああいうところでさ、美味しい飲み屋さんって確かに昔と味は変わってないんだけどさ、結局一軒目酒場でさ、同じような味で安く飲めるようになっちゃったからさ、行かなくなっちゃった。うん、まあ、うん、絶対にちょっと値段ちょっとそういったところより高いけど行く価値があるっていうとね、まあこれはもちろん俺の意見で人それぞれだと思うんだけど、僕の意見ではあの肉の大山ってなんだよ。あのね、上野にね肉の大山っていうのがあるんだけど、ここは今でもうまいと思う。あの肉の大山ってメンチカツとかそういうの売ってるところで、その前に立ち飲みのスタンドがあってそこで飲ませてくれるんだけど、まあ要するに角打ちみたいな感じなんだけど、それで奥にちゃんとしたレストランがあって、そこでまあ食事もできるんだけど、ね、肉の大山はね、あそこはやっぱうまいわ、あの普通の店より。だから俺上野で飲むときはほぼほぼ肉の大山いいね。上野のね、まあそのアメ横ってあるじゃん、その中に、中っていうか若干外れたところその、うん、あの国道沿いに、その首都高速道沿いのちょっと行ったところに肉の大山あるんだけど、この肉の大山はね、あの手前に角打ちあるんだけど、奥にねちゃんとしたレストランがあって、ね、これで奥のレストランで食っても基本的に値段変わらないんで、うん、行った、いいよ。あとね、毎月29日のね、肉の日、肉の日はね、なんか特別安いメニューが出るから、うん、肉の日はね、肉の山に行くっていうのはね、ありだ、もう特に絶対。ただ、混むんだよな、肉の日の肉の山は。うん、やっぱり、うん。上野でね飲むんだったら今の俺は肉の大山、あそこのもうそれ一択だな。あとね、肉の何て言ったかよ、カレー屋で行ってすげえ店があるんだよな、店忘れたんだけどね、カレー屋、これね具体的に名前はあげないけど、なんとかという店というなんとかの店っていうのははっきり言えばね、値段は結構するくせにね、なんか昔からあるから偉そうにしてるけど、まあ一軒、あの養老の滝の一軒目酒場で十分ですね。本当に、うん、肉の大山とね、なんていう名前だっけな、カレー屋、あの二つはね今でもねやっぱりね、いいなと思うな。うん、あーめ、うん、上野は基本もう観光地だからダメだし、赤羽もだんだん観光地化されててさ、なんかあんま最近良くなくなってきたよな、昔ほど良くなくなってきた、うん、うん、昔はよく飲んだよ赤羽でさ、立ち飲みの憩いとかでさよく飲んでたけど、うん、よく飽きずにあんな行ったよなみたいな感じだな。うん、まあ赤羽の有名なさ憩いって立ち飲み屋なんだよね。うん、じゃあで憩いが入ってる同じビルにその、うん、ガールズバーがあってさ、でガールズバーのお姉ちゃんがその、うん、声かけてくるのを無視してその憩いに入ってくのがかっこいいんだよ。ところがそのガールズバー、ところが憩いから出てくるときはもう酒飲んで酔っ払ってるんで、なんか酔っ払った勢いでガールズバーの姉ちゃんとなんか話しかけられて盛り上がって、その結果2軒目そのガールズバーに行くっていうのがですね、まあ、結構そういう人が多かったね。うん、俺あのガールズバー行ったことないんだよな、でも、うん、俺は、うん、俺さ、ぶっちゃけした話さ、俺ガールズバーって1回も行ったことない。俺キャバクラは何回かね、人にた連れられて行ったことある。あるね、キャバクラはね、人に誘われて行ったことはあるね。うん、あと接待でね、接待受けて、まあ、行ったことはあるけど、うん、キャバクラは、ガールズバーって一回もない。キャバクラは数回ある。
そんな自分で自慢したことはないけど、一緒にいた人はなんか気に入ったお姉ちゃんを指名してたっていうのはねあったけど、まあそれはその人の好みで、なんかキャバクラ高いよな本当にさ、なんかなんかサービス料とかすげえ額取るのね、何十パーとかさ。それぼったくりかって言ったら全然ぼったくりじゃなくてさ、普通なんだってキャバクラの世界では。なんだろうこれとかってさ、なんかサービス料とか言って何十パーとか取ってさ、ほよほよほよとか思ってたから、と思ったら、これが普通なんだって、キャバクラではなかなか、キャバクラで遊ぶのってすごい金かかるよな、よくやれよ。なんか一回ってさ、キャバクラってさ普通に1万とか2万とかかかるのね。俺知らなかったけど、なんか驚いたわ。お姉ちゃんとお話してさ、酒飲むだけでさ1万払うみたいな、なんか話したり早い、何だと思うけどね。まあでもまあそういうのが好きな人がいるからね。まあ世の中あれだけキャバクラっていうのがあるんだと思うんだけどさ、まあホストクラブも一緒だよね。ほんと前話したっけど、あの歌舞伎町、久しぶりにあの加代真理乃先生のさ、司法書士の加代真理乃先生のオフ会で、久しぶりに十何年ぶりに歌舞伎町行ってびっくりしたわ。ホストクラブだらけなんだよな。ホストクラブなんて昔から裏口の奥にひっそりあってさ、で夜中のさ、まあ12時とか1時ぐらいにさ、この風俗店で働いてる姉ちゃん、トルコ風呂、今でいうソープランドが、ああいうところで働いてる姉ちゃんがその仕事帰りに遊びに行くぐらいで、そっくりひっそり空いてるって、そういう感じだったんだけどね、僕が若い時はね。今もう上手とね、看板出して結構早い時間からやってて、普通の片木の姉ちゃんが行ってて、でなんかヘズマリューがそこで1日売り上げ1000万ヘズマリューが上げた。ヘズマリューさんもすごいね。なんだかんだ言うけど人気者になったらそういうふうにね、まあまだ若いしね、ヘズマさんも3でも30過ぎたんか、参議院選挙立候補したから。でもまあそうやってまあキャバクラで頑張ってるってことでね、まあよろしいんじゃないんでしょう、人それぞれの生き方だからね、それは。キャバクラじゃない、ホストクラブか、すげえな、ホストクラブ。なんか峰島社長と青白王子のあのホストクラブの話も面白くて、なんか峰島社長は、なんか青白王子が、峰島社長は指名が全然、1件しか取れなかった、なんか広志さんが、3代目広志さんなんかが指名しか取れなかったとか言って、バカにしてたら、峰島社長が、だって、前日までオフレコで話すなって言うから、誰も呼べなかったんだもんって反応してて、なんかああいうのも面白いよね、聞いてて。でも、峰島社長とかさ、あの人たちが、ホストクラブでホストやってた時に、加代真理乃先生のオフ会も同じにあったんだよね、確かね。確かな。まあいいや。なんかね、オフ会の時に、そういえば今日、青白王子がなんかホストやるって日だよね、この歌舞伎町でとか言って、誰かが話してて、そうなんだみたいな感じでね、聞いてましたけどね、私はね、加代真理乃先生のオフ会でね、カラオケボックスとか行ってね、朝までね、飲んでましたけど、その日ね、歌舞伎町でね。まあいいや、そんな感じかな。じゃあ、これでよろしいでございましょうか。とりあえずね、美味しかったね、この肉ね。また、この、やっぱ肉の塊焼くってうめえな。よし、またやろう。酒もうまい。というわけでね、冷蔵庫に残ってた余り物を、日本盛りで決めるとか言って、チンゲン菜残っちゃったけど、まあいや、チンゲン菜これチンゲン菜ね、今日買ってきたばっかだから別に大丈夫なの、まだ。ちって残しとくと一月ぐらい経ってたりするんでね、またなんか考えますわ。ということで、どうも、カエルちゃんとごちそうさまってことです。どうもありがとうございます。